ラウンドワンスタジアム郡山店からお伝えしています。今私がいるのは4階のローラーリンク、セグウェイやポケバイ、ゴーカートなどモビリティを楽しむことができるエリアです。そして今私このゴーカート初めて乗ってるんですけれども、時速は20キロから30キロということですが、地面すれすれ走ってるので体感速度が速い、スリル満点です。ということで、うわー楽しかったです。ただこれもすごい楽しかったんですけど、まだまだラウンド1には面白いところたくさんあります。ご紹介します。まずはボーリング。郡山店には34レーンが並んでいます。普通にプレーする以外にも、同じ時間に全国のラウンド1でプレーしている人とオンラインで対戦できるバトルボーリングも楽しめるんです。狙うはもちろんストライク。いや、やっちゃった。次こそストライク。よっしゃ。次はカラオケ。マイクいらないじゃん。僕が欲しいのなら、その趣味を知り、一人で泣きましょう。そして輝くウルトラサウンド。次はアミューズメントフロア。ラウンド1郡山にはクレーンゲームだけで300台以上あるんです。わー、すごい量。僕も早速クレーンゲームやってみます。こんぐらい、これぐらい、もうちょい、これぐらいかな、いけるかな、いけ、いける、お、いいんじゃない、そのままゆっぱってさ、お、左に、お、嘘、うわ、これいける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 、いける、お、いける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 、よし、いて、嘘、行くの、嘘、行った、行った、すごい、大きい、重いですよ、取れました、イエーイ、隠れた、はい、300台以上のクレーンゲームが並んでいるのは郡山市最大ということで、こちらご覧ください。こんなに大きいぬいぐるみが取れました。結構これずっしり重いんですよ。クレーンゲーム私かなり久々にやったんですけど、こんな大きいのが取れるとすごい嬉しかったです。もっとやりたいって思いました。はい、ということで、ご覧の通り屋内型なので全天候型、どんな時でも楽しめるのがラウンド1のいいところですよね。そしてこちら今ですね、春休み中あさってまで開催しているのがボーリング場でボーリングをするだけでオンラインでプロボーラーの指導を受けられるキッズリモレン、小中学生を対象に無料で開催しています。興味のある方はホームページご覧ください。そしてさらにですね、平日祝日、それから学生学割などで料金プランたくさんございますので、そちらも合わせてホームページで詳しくはご覧ください。ということで、春休み中の学生の皆さん、そしてそのご家族、何でもあるからこそ誰と来ても楽しめる、それがラウンド1です。この週末はぜひ皆さんラウンド1スタジアム郡山に足を運んでみてください。以上中継でお伝えしました。ちょうどまさに今子連れの姿もあって、はい、みんなこれ楽しめていいですよね。実は私バッティングが好きで、大きいでもないですけど当たると最高なんですよね。 それが屋内でできるというのはいいですね。スポッチャー行くんですか。じゃあ、はい、よく実は行きま す, そうなんです。私も、ね、福島のラウンドは結構ハードユーザーでして、10円の今 UFO クレーンゲームがあって、 あれ子供も楽しいんですけど、やっぱ安いから、うん、大人ねこれ結構ハマりますよ。ハマります。ちっちゃいお菓子とかおもちゃ取れますからね、はい、皆さん春休みにいかがでしょうか。